豊島村立、平島小中学校は、鹿児島県鹿児島郡豊島村の平島にある村立、小中学校。トカラ列島の中央部にある平島に唯一、所在している小中学校併設校である、平島にある本校のほかに、平島の東方にある諏訪の瀬島には、文校が設置されていたが、2016年4月に、諏訪の瀬島小中学校として独立した。 2010年10月1日時点で小学校には4名、中学校には9名が在籍していた。また、豊島村三回留学制度が行われており、当該からの留学生の受け入れを行っている。平島中学校は、県内の公立高等学校の内全日制、普通科に設定されている学区の制限を受けない、中学校の一つに指定されている。 現在の平島小中学校の前身として1895年に、島民の共同出資により平島小学校が開校し、諏訪の瀬島分校は1879年に、島民による夜間学校として設置された。1930年に、豊島村の全域に小学校令が適用されることとなり、平島小学校は中之島人情小学校の分教場となり、 中之島人情高等小学校、平島分教場、諏訪之瀬島小学校は、中之島人情小学校諏訪瀬島分教場となる。1960年に、平島分校は、中之島小中学校より独立し、豊島村立、平島小中学校となり、同時に、諏訪之瀬島分校は、中之島小中学校から、平島小中学校に管され、豊島村立、 平島小中学校諏訪の瀬島文校となった。1958年の在籍者数は小学校に35名、中学校に11名。2001年の在籍者数は小学校に7名、中学校に5名。2019年時点の在籍者数は小学校に10名、中学校に5名となっている。ありがとうございます。